茨城県道180号、長岡水戸線は、茨城県東茨城郡茨城町長岡から、水戸市に至る、一般県道である。茨城県道180号、長岡水戸線、水戸市、東野町の国道6号交点付近水戸市、元吉田町水戸市柳町の終点付近茨城町、長岡の県道長岡大洗線分岐から北上し、水戸市、東野町や、 元吉田町を経て、三戸市柳町の国道51号、柳町1丁目交差点に接続する延長約9キロメートルの路線で、道路は南東から北東方向に伸びる。茨城町区間の大部分は国道6号三戸バイパスや茨城県道40号、内原塩崎線と重複する。三戸市元吉田町の吉田湖南交差点で、 国道55水戸バイパスと交差し、また国道6号重複区間では、北関東自動車道茨城町東インターチェンジと接続する。江戸時代の水戸街道、明治初期の陸前浜街道を経て1929年まで国道6号の一部であった。沿道の水戸市元吉田町地内には、水戸街道当時の一律家が現在も残っている。 1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡茨城町大和、長岡を起点とし、水戸市を終点とする区間を本路線とする、県道長岡水戸線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号180となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、水戸市、東野町同士吉沢長官は、 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。国道55ミトバイパスとの交点、吉田湖南交差点福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。